東高円寺にある中華名菜専用オーナーシェフの山田正夫と申します。今日は香港風ココナッツカレーをご紹介したいと思います。夏野菜を中心に切っていきたいと思います。まずカレーの、ペーストですね。これに使う玉ねぎを切っていきます。まあ、これはみじん切りにしていきます。この玉ねぎは飴色に炒めていくので、ちょっと細かめに切っといてもらいます。であと具材ですね。具材の方を切っていきたいと思います。でまずズッキーニですね。この夏野菜は結構ざっくりな感じで切っていきます。あとかぼちゃですね。かぼちゃはこれ、皮をこうやって包丁でそぎながら切っていって、で大体使う部分だけ切っちゃっても大丈夫です。あと赤パプリカ、これはまあ色味なんですけど、パプリカは入れていきましょう。であとまあキノコ類も入ってると美味しいので、今日はしめじでいきます。あとトウモロコシですね。これはもう、一度蒸してあります。これを、身の方だけちょっと外していきますね。そうですね、あの下のあまり硬い部分をそがないように、だいたいこのぐらいです。空心菜ですね。ざっくりで大丈夫です。これは後で洗っていきますんで、ね、であと鶏肉ですね。鶏肉はもうざっくりでいいんで、食べやすいような大きさで。は大丈夫です。カレーの方にしっかり味があるんで、まあするとしても塩コショウぐらいで全然大丈夫ですね。あと今日使うカレー粉ですね。これアダビーの、カレー粉ですね。マレーシアのカレー粉かな。これを使っていきたいと思います。マレーシアのカレー粉何か他の違いがあるんですか？独特の風味とか、あの本場の味をちょっと演出できるので、こちらの方を使っていきます。今日のやつはチキンカレーの元というかスパイスミックスになってます。チンピーですね。一応うち中華なんで、このチンピー10年ものです。これを水につけてこういう感じでふやかしておきます。これはみかんの皮を干したものですね。カレーはあのレモングラス入れますよね、大体。でうちはレモングラスを入れないで、こちらのチンピーの方を入れていきます。こちらの方を、みかんの皮の方をちょっと削いでですね、じゃあちょっとぬめりがあるんで、こちらの方は削いで、もう削いでる時にすごい柑橘系の香りがふわっとしてきますので、まあ中華ではよく使う食材なんですけど、今日使うのはあの10年ものの香りがすごい強いやつを使っています。みじん切りにしていきます。チンピーっていうのは年数を重ねるに従ってこの香りが、奥深くなっていくというか華やかになっていく、結構複雑な食材でもある。このチンピは隠し味というか隠し風味なので、細かく刻んでいきます。食べた時には食感としてはないような感じなんですけど、風味は残るように。カレーペーストの方を炒めていきます。
これはもう皆さんが知っている通り、あの玉ねぎを飴色になるまで、炒めていく作業ですね。こういう感じでだいたい1時間から1時間半ぐらい炒めていきます。まあなかなか仕込みの時間的には結構かかります。こんな感じでちょっと炒めていきます。でこれが飴色になったら、こちらのカレー粉と、パプリカパウダーとガラムマサラですね、これを加えて、焦げないようにさっと炒めたらもう余熱で大丈夫です。だいたい炒まってきてこれぐらいね飴色になれば、こちらのカレー粉ですね、カレー粉を入れるときはちょっと火を消してもらって、これを一袋とパプリカパウダーとガラムマサラですね。でちょっと油を追加しながら、これ一体化すれば大丈夫ですよ。パウダー入れてここで入れる油の調整です。油がちょっと周りにひたひたっていうぐらいが目安です。この油を入れないとちょっと扱うときに扱いづらいんですよね、粉のままだと。こういう感じですね。結構一体化してきましたね。これもう本当に火は弱火です。ここで火が強いと カレー粉が焦げちゃって苦味になってしまうので、これはあくまでカレー粉と、玉ねぎが一体化するための油を入れるっていうことですね。このぐらいの柔らかさだと使いやすいんで、これで完成ですね。いつも動画を見てくださってありがとうございます。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。まず鶏を油通ししていきます。大体7割8割火が通れば大丈夫なんです。後でカレーでちょっと煮込む、そこで、9割から10割火が通ればで、ですね。でこのちょうどよく残った油でこの夏野菜です。油で揚げるのもいいんですけど、鍋でねちょっと煎り焼いた方が野菜の香りが出るというか、この鉄板焼きみたいな感じでちょっと野菜に焼き目をつけていきます。完璧に火は通らなくても後でカレーで煮込んでいくので全然大丈夫です。あと最後の方でしめじとトウモロコシもうちょっと入れ合いです。
ういうのがあるんだ。あと舞茸とかでも全然いいですし、椎茸でも大丈夫です。あのうちはあの原木椎茸とかが手に入るときはあの椎茸でやったりとかします。空心菜、空心菜は少し蒸し焼きにしていい。でちょっと塩、でこれネギ油、空心菜は色が変わっちゃうんで、もうさっと火を通して最後和えるような感じで、でもう具材が全部用意できたんで、次がカレーソースですね。それを作っていきます。ネギ油ですね。ニンニク生姜があの焦げちゃうんでちょっと冷ましてから、これニンニクと生姜ですね、大さじ1ずつぐらいです。そしてさっき作ったカレーペーストですね。こういうような感じです。とここにスープ、鶏ガラスープ、あと陳皮ですね。まあ先ほど切ったんですけど、これだとちょっと多いので半分くらいかな。でカレーペーストですね。これをよく溶いてから、ここで塩です。砂糖少々。カレーペーストは保管では冷蔵庫かなんかで、あ、もうあのジップロックとか入れていただいて、あの冷蔵庫に入れとけば結構1ヶ月2ヶ月は持ちますので、まあもしくは冷凍してもらうと、もうずっと結構長持ちしますので。なんでちょっと味、ちょうどいいです。そしたらもう夏野菜はほとんど火入ってるんで、あと鶏です。でここでさっと火を通して、ひと煮立ちしてちょっと一息置くぐらいですね。ここで水溶き片栗粉、ちょっととろみ出てきます。もうほんの少しのとろみ、あの水溶き片栗粉ですごいとろみがついてきますので、そこでココナッツミルクですね。あと生クリーム、これ牛乳とかエバミルクで大丈夫です。さっき結構とろみがついたんですけど、ここでちょうどいいぐらいのシャバシャバ感。で入れる調味料ではこれが最後になります。甘酢ですね。うちでは黒酢の酢豚とかで使っているタレになります。これを少し大さじ1ぐらい、これ結構隠し味になって、これで酸味と甘みを足します。あんまり混ぜるとココナッツミルクが風味がなくなってしまうので、ココナッツミルクと、生クリームを入れたらそんなに加熱はしないように。でここで空心菜ですね。これで盛り付けるだけ。これで香港風ココナッツカレーの完成です。はい、どうぞ。香りがもうすごいです。
あのマレーシアのカレー粉独特の風味と神秘の風味、それが結構この料理の要なんです。はい、結構入ってます。この辛味はそんなに感じない。はい、10年もの初めて変わりますけど、すごい匂い結構香りますよね、うん、はい、あれは水でただ戻してそうですね、あの乾燥のやつを1日、まあ一晩ですね、水に入れて、今日の、朝ですね、これを作るときに切った。結構下処理も簡単です。夏に食べると元気になるそうな爽やかさもあります。そうですね、本当にそんなに辛くないっていうか、あんまり辛みを感じない、はい。東高円寺でですね、中華料理屋を営んでおります。広東料理を中心としてますが、まあ、辛い料理、麻婆豆腐とかも結構人気で、頑張っておりますので、ぜひよろしくお願いします。